一分でわかる、今川義元の生涯。英章16年、駿河、東東美の領主、今川氏治家の三男として生まれる。天文5年、伊保慶と家徳を争い、勝利、今川家を継ぎ、義元と名乗る。 不明、織田氏の進出を受け三河の国へ出兵織田氏と戦う天文22年から天文23年文国法金目録追加を制定する北条氏と武田氏と三国同盟を結び東部の政治を安定させる。 三年桶狭間の戦いにて織田信長の急襲を受け敗死。廃止